気になるニュースやトレンド情報をグロービスの講師がさまざまなビジネスの知識を使って解説をするコンテンツです。グロービスの斉藤先生にお話を伺います。斉藤先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。日立建機の売却報道に見る日立の選択、なぜ企業は複合企業化するのか。ところで日立というと何を思い浮かべますか。最近ではインスパイアーダネクストという CM ですよね。あとはこの木何の木という CM ソング、小さい頃からありましたね。長かったですよね。ね、これがまさに日立の事業戦略そのものなんですね。なるほど。もともと日立って日本最大の、基礎的な技術研究なんですよ。自社の強みを生かせる特定の事業に専業化していくというのがグローバルスタンドだったわけです。例えば日立、IHI、ソニーと、これメーカー系のまさに複合企業体の典型なわけです。で、一つの企業がダメでも他の企業が支えるわけです。これでちゃんと今後またプレミアム出せれば複合化意味があるわけですよ。で、これってやっぱり日本的な文化には合ってるんじゃないですかね。さあ始まりました、トレンド経営学、アナウンサーの脇林理香です。この動画は気になるニュースやトレンド情報をグロービスの講師がさまざまなビジネスの知識を使って解説をするコンテンツです。本日はグロービスの斉藤先生にお話を伺います。斉藤先生、よろしくお願いします。では早速今回のテーマに参りましょう。今回のテーマこちらです。日立建機の売却報道に見る日立の選択、なぜ企業は複合企業化するのか。日立製作所が東証一部上場の子会社である日立建機の保有株式の売却を検討しているという報道がありました。日立建機は日立のブランドを支えるとともに利益率の高い子会社であるにもかかわらず、日立はなぜそのような重要な子会社の売却を検討するという報道があったのでしょうか。その背景にある日立の意図について斉藤先生に詳しく伺っていきます。お願いします。ところで日立というと何を思い浮かべますか。最近ではインスパイアーダネクストという CM ですよね。あとはこの木何の木という CM ソング、小さい頃からありましたね。長かったですよね。ずっとこうグループ企業の名前がバーッと出てきますよね。大きな木が出てきて、何の木か分かんないんですよね。そうですよね。その、まさにこの CM ソングの冒頭にある、この木何の木気になる木、これいつかは花が咲いて実がなる、これがまさに日立の事業戦略そのものなんですね。なるほど。で、もともと日立って日本最大の、基礎的な技術研究なんですよ。で、最初に何か分からない研究したわけですね。やってるうちに何かできるわけです、で、それが花さらいって事業になっていくと、実がなるということで、実がなって、事業として複合化したと。なるほど。これがまさに日立のこれまでの事業経緯なんですね。ですからまさに複合化、多面的な事業をやっている複合的事業なわけです。